さて今回はですね、素晴らしいゲストの方お招きして、こういうかなりのイケメンとこの方です。どうも又吉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい出にくい出方でしたけどね。太宰治五六っていう本の中で、まあ、太宰が芸術というのはね、例えば真っ黒な岩尾に白菊一輪といったものだよ、そばの合衆のある絵を指し岩陰に隠れて笛を吹いている化け物みたいなのがいるだろう、芸術家はこのもののように影にいて他を楽しませればよい、人前に姿を現さないものなんだよと言ったと、うん、でその絵は世紀末派の画家として知られるベックリンであったっていう、うん、その絵がすごい気になって、うん、太宰がこれが芸術家だっていう絵があるなら見てみたいと思って、うんうん、そうね、